2月14日木曜日ニュースオペイドアンカーの上杉隆です声が出ません声がガラガラですねそしてアシスタントは、はい、吉山望ですえ今日のゲストは日仏共同テレビ局フランス展記者の及川賢治さんそして解説委員は東洋大学教授の薬師寺克之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでこの人も二本目やはりある意味、はいえー、まだ犯罪 犯ししたかかどうかもはっきりしませんが推定無罪なんがなで、えーえー、この人もメディアのある意味犠牲者の一人じゃないかと思われるのが日産のカルス・ゴーンさんの弁護人が大鶴さんだったんですが、うんえー、広中さんに変わるということで廣中さん意外とね勝ち戦に乗ってくるんですよね。えー、ということで薬師さん、どうですかこのゴーンさんの、えー、弁護人が変わったということで広中さんに。いやこれは僕は僕 あんまりよくわからないですねひ中さんは有名だし、うん、あのいろんな人の弁護してまあ無罪を取った時はニュースになるから目立つんですけど多分無罪判決ばっかりじゃないと思いますけど負けずにもありますからねひろねただあの、えー、なんか日産だけじゃなくてフランスでもだんだんゴンさん状況悪くなってるようなニュースが出てますけどね、うんえー 私は成り行きを見るだけですね。これはコメントする力はありません。あ、勇気を身もいたいですね。というこの記者クラブみたいなこれは上杉さんに任せます。及川さんです。これは及川さんでしょ。トランスダム。ちと先にあの役者に振って。まああの大鶴さんを選んだのはあれルノーの側なんですけども。 これは私、大使館内でも意見を聞いてましたけどもあの記者会見や,やりましたね大鶴さんが日本外国特派員協会で2時間 2>、うんうん、そうすると大鶴さんっていうのがまだ弁護士になりきれてなくて検察官の論理が非常に強い方で。 これではあかんというのがフランス大使館の中でも意見が出ていました。だから、私は多分あの大鶴さんで行くことはこのままないだろうと。それで大鶴さんだった場合はえっと今保釈請求してますけども、後半が終わるまで保釈されない可能性があるんじゃないかという懸念を抱いていました。だから、弘中さんに変わったのは？ まあこれは多分推測ですがフランス大使館も当然動いてますしあの大鶴さんを降ろそうとしてたことは確かですが広、うん、中さんが出てきたことによってゴーンさんの保釈請求も本当にガチンコで、えー、と戦っていくでしょうかやっとラウンドが始まったとちょっと大鶴さんだとあの検察 官僚の意識がもう抜けてないなというのを記者会見でお話を聞いて,てもう嫌といてさすがですね、非常にリーズナブルな解説で、うん、えとちょうど、ね、及川さんがいらっしゃっているのでさらに聞きたいのは、はい、フランス地検の方が、はい、えー、まが、あ、オペレードでは、ね、もう2年以上前から報じていますが、うんえー、東京オリンピック組織委員会の竹田会長、はい、並びに元電通、今、電通の名誉会長かな。 はいえー、名誉顧問の、えー、高橋さんなどの、はいえー、捜査を事実上呼び出したりして始めてますよね。はい、で、えー、フランスのみならず世界中のメディアがずっと扱ってきたんで、はい、オペレードもそれに倣って、まあ、あの取材の上書いたんですけど、はい、日本はこのゴーンさんの逮捕の後にやっと今年になって初めてそれが報じられたと、はい、この辺り実際どういう住みがいなんでしょうかね。まあ実際フランスは あのー、ちょくちょくちょく竹、あのー、田さんの問題というか、うん、まあ要はあれはあのシンガポールに幽霊、あのー会,ね、会社作ってた、あのー、セネガル人の親子2人の問題で、うん、まあフランスっていうのはアフリカの旧植民地ですからアフリカの情報っていうのはもう。 つぶさに入ってくるわけけですけども要はあのオリンピックで、えー、日本東京が勝ったのはアフリカ票を買ったんじゃないかと金で買ったんじゃないかということが、うん、これはもう、あのー、オリンピック決まった時から、えー、とフランスのメディアでは言われていたことでまあ私はそれで武田会長の記者会見行ってもう7分で逃げちゃいましたけども。 あのまあ、武田さんだけじゃなくて当然電通も行きますし招致委員会の問題ですから森喜朗さんなんかにも飛び火する可能性はあると、まあ、要は森さんもあのアフリカの,あの議連の会長だったりしてアフリカとは非常に関係が密なわけですからあのアフリカ票を金で買ったというそれがフェアではないということが こあとオリンピックまで1年しかないのにあのその公正性が問われる中でひょっとしたらオリンピックが行われるかもしれませんね及川さんが指摘したように犯罪行為というか勝ったとっいうことは何かというと、えー、前回のオリンピックリオオリンピックの実は、えー、大会の組織委員長ブラジルのこれ、うん、捜査逮捕されてますよね。オリンピックでではないんですけど同じように えーまあ、日本の JC ジャパンコンソーシアムで放映権の問題で同じような形で問題となったドイツのワールドカップこれもドイツのベッケンバウアー会長も含めてこれも捜査の手が入ると過去のすべてのオリンピックとそれからワールドカップ全部捜査が入って責任者が逮捕になっているんですよ日本だけがその例外っていうのはとても考えられないというのが各紙の世界各国のニュースなんですが。 日本でどうしてこれがどの新聞も扱わないんですかねテレビも新聞 <laughs> オリンピックはそれのサブでいや私が心配してるのは来年オリンピックのシーズンがあった時 敗戦特集がどうなるのかとオリンピック敗線<戦>特集が7月8月は<う>、まあ、戦争報道がなされる月じゃないですかオリンピックとがガチでぶつかった時にこれは私週刊誌の記者の人たちとあの座談会やった時に心配してたのがオリンピックの年になった時にせっかく日本っていうのは8月だけはあるいは7月。 その少し前の7月ぐらいからは戦争について考えるドキュメンタリーが発表されたり報道がされたりするのに来年もしオリンピックになっちゃったらその敗戦報道すらあのなくなっちゃうんじゃないかという懸念の声を聞きますね浦賀さんはもしかしてチャンスなのかなというのは来年オリンピック7月24日開会式、うん、オリンピックの方は パラじゃなくてオリンピックの方は8月9日閉会式なんで、うん、8月9日というと長崎の原爆記念日、うん、その3日前は広島、うん、ちょうどオリンピックでやってる最中に、うん、きちんと日本がそのことをいつものようにやればそれが世界に報道される機会なんじゃないかというふうに逆にも思うんですが薬田さんの捜査っていうのは本当に本格的に捜査やって。 刑事事件に発展するタイミングはいつか分かりませんけど、まあ多分オリンピックの前に有罪は確定しないんでしょう。けれどもオリンピックそしてオリンピックはできるんですよね。うん、だけどその捜査捜査で刑事事件になる可能性ってどのくらいあるんですか。日本はなんないからあとフランスの動きで。フランスで。どうなんですかね、おおきまさ。まフランス。 では当然武田会長はあのー、問われていくでしょうね武田さんがそれが武田さんだけで終わるのかと、あのー、当然武田さんのバックには電通だった方もいら,しっ,いらっしゃるわけですからまああのー、これはあのー。 まあフランスの場合推定無罪法というのがあるんで日本みたいにあのこういうあの捜査情報というのがめったに漏れてこないで記者がすごく取材してちょっとずつニュースが出てくるんでまあなかなか何とは言えないんですけどもまあ動いた以上はあの武田さん1人で終わることはないだろうと推測しますね。うん もう日本のね検察にはあんまり期待できないというような雰囲気の中、えー、試験です。個人的件です。<laughs> まあ、<は>あの本来なら調査報道の対象になって競争状態になってるぐらいのニュースだと思うんですけどね。いや無理でしょう。無理ですね。オペドが報じた以外ないですから。だからあの3年前からジャ,ジャーナリズムが。 商業主義とどういう関係になるかというのを象徴するような話だと思うんですけど何にも出てこないから聞いたんですけど記事あんまり読めないですね。え